イレギュラーハンターロックマン X はカプコンのアクションゲームロックマン X を原作とする池原茂人の漫画作品。講段社のデラックスボンボンにて1994年の7月号から同志が休刊となった1995年4月号まで連載された。単行本は全2巻。ロックマンよみがえるブルースの連載終了後。 デラックスボンボン史上において連載された池原茂とのロックマンの漫画作品では唯一のロックマン X シリーズの連載作品となっている。原作のゲームと異なる展開として表向きの反乱の首謀者はババとされ、シグマはイレギュラーハンターの舞台隊長として指揮を取る一方、裏では反乱を支持する影の首謀者として描かれる。また、 反乱に加わるイレギュラーハンターも原作の一部のみであり、残りはハンターとして反乱を鎮圧する任務に当たる。そのため原作ではすべて X と戦い、破壊されるボスキャラクターが任務の上で X と共闘したり、またボスキャラクター同士で戦ったりするといった展開も繰り広げられる。掲載誌であったデラックスボンボンの休館に伴い、 一応の結末はまとめられているものの、X とシグマの直接対決は描かれないまま、作品は終了し、また X に関する極秘ファイルにアクセスできた謎の人物の存在や、シグマが反乱を企むようになった理由など、未解決の伏線や謎もいくつか残されている。他、X と0の一人称や、ババの振り仮名などに原作との相違点がある。詳細は後日。 西暦 21XX 年。人間に近い思考能力を持つロボット、レプリロイドと人間が共存する世界。電子頭脳に異常をきたし人間に危害を加える、レプリロイド、イレギュラーを抹殺する目的で設立された警察組織がイレギュラーハンターである。B 級ハンター X は、ハンターとしての腕は確かなものの、その心優しい性格からイレギュラーを打てずに、 悩んでいた。だが、上官であるシグマや、同僚であり、先輩でもあるゼロと共に、任務をこなすうち次第に、ハンターとして、成長を遂げてゆく。しかし、順風満帆に功績を上げていた、X だったが、彼の周囲で次第に異変が起こり始める。猿事件を独断で追っていたゼロに対し、イレギュラー疑惑が浮上し、さらには、任務中に問題を起こして謹慎中であった元徳。 A 級、ハンターババが、独房から脱走し一部のイレギュラーハンターを配下に、して人間からの独立を目指し反乱を引き起こした。ゼロの疑いを晴らすため、そして、ババに引き入られたイレギュラーの強行を食い止めるため、シグマ隊長の指揮のもと、より激しい戦火の中にさらされる X。強敵たちとの戦いの末、X は、昇進試験としてゼロを撃つことをシグマに告げられる。 ゼロと対峙し、X はゼロを倒せば、特永久に昇進できる胸を述べる。ゼロの荒烈な攻撃をすべて受け止め、無抵抗のまま打ち倒される X。彼は親友を傷つけず、そして、シグマも裏切らない手段として、ゼロに倒されるつもりであった。そのことに気づいたゼロは、ババを操っている真の黒幕こそ、シグマであると本心を明かす。直後、 シグマ率いるイレギュラーたちが現れ、X とゼロは交戦を開始。これを撃破するがシグマには逃げられてしまう。ありがとうございます。